日本にいる外人は犬っていう考えがあって移民は問題あると思うよそれは否定できない、うん、今そのニュースとかでさ、うんそ,うね、そういう外人の犯罪を見るマジもう早く帰れ <laughs> ホームレスか分かんないけど変なやつが鳩を生で普通に終わったあのもし犯罪をやってる皆さん、うん、もっとやりたいなってら是 <laughs> オークランドにテレビも呼ばれないし、うん、出たくないし 大嫌いだし、うん、テレビはさディズニーランドみたいな感じで着ぐるみを着てる超分かりやすい鎖国しろ日本は俺だけ入れてください <laughs> はいってことで。 今回のゴールドン・ラッシュ・パーキャストのゲストはニックです。お願いします。Yo, what's up? It's Nick. ありがとうございます。うございます。嬉しい。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、なかなか、え多分このチャンネルでは初めてかなあの、海外で、国外で生まれ育って、日本にとっ<ー>あの、住んでる外国人は初めてだと思います。純粋,純粋な外人の。純粋な外人なかなか珍しいですからね。まあそうだね。うん、ねー 今ハーフとかめっちゃ増えてますもんね日本はねなんかカムルーンって聞いたんですけど僕の元お笑いの相方もカムルーンのハーフなんですけど彼はね今40代なんですけど多分彼は子供の時はまあ大変だったと思うね日本はねなかなかいなくて確かに確かにそう今はもう当たり前みたいなもんかなそんな感じねえうどうですかなんか俺らもこのチャンネルやっててやっぱそういう方呼んでくるとヘイトコメントも湧くんですよ 外国人は日本に入ってこない方がいいんだやっぱヨーロッパの移民問題とかもあじゃないですか。なるねそ。そういうのどう思います外国人入ってくること。そういうコメントが来ると、僕毎回その人の家を探して、うん、<laughs> あの、<laughs> 暴力。嘘でしょ <laughs> あの、いや、なんかその移民は問題あると思うよ。うん、その、それは否定できない。うん、その、問題もあるし、うん、いいところもめちゃくちゃあるし、そうね、結局、その国は誰を入れるかのこともはいはい、はい、 大切だし<う>、あのー、俺はそういう、あのー、なんていうの白黒みたいなヘイトなコ,はい、はい、コメントはめっちゃバカだと思うから確かに確かにあのー、まあんかぶっちゃけ言うとさその差別する知り合いもいるのあそうなんだその、あのー、うんもちろんそのどこに行ってもさそういうやついるじゃんあ黒人が嫌いとか白人が嫌いとかはい、はい、だけどなんて言えばいい I like, because like, you chose you いやいやいや、その、この人はこういう人だから合わないっていうのは自分の損のめちゃくちゃあるじゃん。あまあまあそうね。うんうん。だけど、そのまあ、ごめん、ちょっと戻るんですけど、その移民の問題はもう難すぎて、あんま話にならないんだけど、でも今、まだ日本は、まあちょっとね、たまに埼玉とかに問題とかあるんですけど、とか埼玉の学校に行くと、孤立なのに、 インターナナショルスクールになってるところもあるしマジでそうなってるのそうだけどまあそれは国と移民はどうやってね日本が好きで日本語を勉強したいとか日本の文化をんていうの受け取りたいんだったら全然ありじゃんそうですよね俺もそう思うそう思ううんそうだね難しいあれ難しいもうなんか外人は帰れとかはもう単純すぎてうんうんうん うんそういう差別されたことある？ええー、まあでも子供の頃は例えば俺全然カミリン人だけどなんかアメリカ帰れみたいな。うん、な俺アメリカとか全然関係ないんだけどみたいなのは結果のかああそ <laughs> めっでも笑うしかない。<笑>う,笑うしかない、ね、本当にバカすぎて。<で>そうそうそうアメリカ関係ないじゃんって。<laughs> アメリカ関係なしだかみたいな。そうだから だからブラックサムライ、俺の元相方がそういうのに対してめちゃくちゃ上手。はいはい、多分40何年ぐらいそういう差別を使ってるから無敵だよ、<laughs> そ,うそ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 う。やっぱ筋肉、自分の差別筋肉が何回も破って、あって強くなったから。 ブラックサイとかもそうだと思うんですけど結構ミックスとかハーフの人たちあえてコンビ組んでコンビを組んで一時期コンビを組んででぶっちゃけ言ったらさ彼カムルンとか住んだことないからさ彼そういうカムルン人のふりをしてるだけでそれもカムルン人に対して失礼だなって思った逆にね日本人だからそうそうそうあフランス語だっけカムルン語そはほぼそうだしれます全然喋れないねうんうん。 結構あるあるじゃない そうだね。こっちでさ、お父さんいない人が、ブラックイもお父さん探すんけどさ、そう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 。お父さんいないとさ、やっぱアフリカのカルチャーを勉強できないし、多分お父さん子供を勉強しない。そうだね。うん。あと、ぶっちゃけ言ったらさ、アフリカ人が日本に住んでる文化はめっちゃ前からあるからさ、確かに確かに。俺、14歳とか、今38歳なんだけど、14歳とかね、10代の時に日本に来た時、それもあったし、大阪とか行くとさ、ガナバーとか、そういうディープなとこめっちゃあるから、ね、別に。 ね、そうそうそう結構面白いねでもさ他ののんかアフリカ人とかカムル人を見つけるやっぱなんか話したくなる、ねうん、いやちょっと話したくなるはわかんないけどでもちょっとおな,あ<ー>なんか人い言えるんだけど結構あるのはこうなるほど、ね、俺前に話したことあるんだけどさ<う>日本にいる外人は犬っていう考えがあって <laughs> あのアメリカ人の俺が他のアメリカ人を見ると何 <laughs> じゃこいつみたいななんかちょっと。<laughs> でちょっとお尻を嗅いで仲良くなるみたいな。そうそう、やっぱいいやつだったみたいな。それめっちゃあるの。多分アフリカ人の中でもあるらしいの俺聞いたことある。お父さんは結構言うかもしれない。この国はどうの子だろうか。どうだろうって言うけど、いや、ナイジェリア人はどうのこうのみたいな。いやいやいやみたいな。そうそう。それめっちゃあるねだ。だから、ある意味はさ、なんかアメリカはさ、例えば黒人さんとかいるんだけど、 そうアフリカン・アメリカンが多くて、うね、もう本当にアフリカが知らない、英語しかしゃ,かしゃれないんだけど、うんうん、日本はさ、もっとある意味国際的だと思うあ。確かにそう言ってみたらそうかもしれないね。いろんな国の人が住んでるとかさ、確かにあ。それは結構あんま考えてなくていない観点かもしれない、ね。だってアメリカでそんなにオーストラリア人と会わないし、ね、アフリカ人とか。かね,ね 確かに、そう考えてみたらそうかも。いろんなレースはあるけど。そうそうそう。そうう。スキンカラーだけど。そう、それはアメリカ人だからさ。うん。そうそうそう。ああ、でも、それはちょっと面白いかもしれない。そうだね。うん。なるほどね。え、もともとさ、まあちょっと、いろいろ動画見てもらった、見させてもらったんですけど、まあ日本に来た理由とか。最初は、その6歳の時にママが、あの、両安寺っていう、その、京都のね、の、なんか、ガーデンあるじゃん。日本店。あってる日本店。あってる、日本店。で、 それで一番最初に好きになって、その後アニメとか、北斗の剣とか、あの、アキラとか、そういう昔のめっちゃ暴力とか、ね、あの、裸の女とか、女って言っちゃいけない、女性の、昔のアニメめっちゃやばかったじゃん、あれ。いや、でも見たことなくて、もう、その世代じゃないんですよ。なるね。俺は多分その世代の終わりぐらいだったんで、8歳の俺がテレビで裸の女、 が普通になんかね画面にやってで男が他の男を殺して血がバーンって出て日本めっちゃかっこいいじゃんって遅くった遅こなった遅く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 なったあくなった遅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 くなっなった遅くなった遅くなったなな マク・トゥ・エイ絶対聞いた方が多分みんな彼が一番うまいっていう人が多いそうもちろんトゥ・ーパックもそ,その時にいたしでもいろんな俺の高校とか。 時代、すごいワイルドだったね。結構治安はなかったっ、ね、治安が、僕の近所は全然治安がいいんですけど、僕、ちょうど先週弟と話して、で、俺たちの高校の経験と、普通のアメリカ人の経験がもう違いすぎて、うん、もうね、毎日学校で学生たちが薬をやってるとか、先生も薬をやってるとか、<laughs> 先生が学生に薬を売ってるとか、ランチの休憩でね、うんうん、ね、あの、 本当にあの、例えばあの、科学の授業で、アセッドサンうん、うん、とかあるじゃん。学生が他の学生の顔に書きたりとか、<the> めっちゃもう本当にクレイジーだった、マジで。半端ないで。や、ばかった。もう、あの、あ犯罪とか、<laughs> もうクレイ、多分俺の親はさ、うん、そんな安全すぎて、そういう、なんていう、弱いやつになってほ、うん、しくなかったから、うん、ちょっと、ディープなとこに。 そう、でも、よかった、楽しかった。いろ<ー>んな意味で。すごいな日本のさ、高校生はさ、従、うん、業中にさ、オレンジジュースとか飲んじゃいけないですよね。あ食べ物とか、食べ物、飲み物、あと携帯。 あ本当漫画は禁止だねあと本とかも多分ダメなんじゃないかなアメリカはコーラとかああ俺の学校はねああコーラとかオレンジジュース飲む子はたくさんいたんですけどみんな大ーで割ってもう本当に従業員にベロベロとか <laughs> <で>そう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  <laughs> そんなそ,その先生たちもクレイジーだったし <laughs> そう <laughs> すごい時代だな いやーめっっちゃでも楽しかったねあれアメリカどこ行ったっけアメリカ LA。ロサンですね、どうだったんですかえでもめっちゃおもろかったけど、まあでも俺も言うても最初はもうオレンジカウンティーでー結,構いい結構いいところだからいいとこ、うん、そっちの方がいいっすよ。すね、ぶっちゃけ言ったらまあロングビーチとちょっと近かったから、まあ、ちょっとロングビーチの学校に行くときにちょっとこう、なんかああちょっとこうゲトっぽいなと思うなと思った<ー>けど、そんなに、まあ、唯一びっくりしたのは。 あの英語の学校を最初か通ってたんだけど<ー>、その時にずっとあの帰ってたウォールグリーンがあって、バス取るところ、でそこのウォールグリーンがもう1でプワーって乱射されてて、イエローテープーてて、うわー、お勝ちかみたいな、うん、まあ回だけやったけど、いや、本当にある、オークランドは本当にダウンタウン、ダウンタウンでも危ないから、特に今はすっごい治安悪いから、今が治安悪いんだ、じゃあ前今前、今、コロナの後からすごい治安が悪くなってきて、そう,うそうだね、今、はい。コロナの時すごかったもんね。 今多分オークランドはさあのもし誰かを強盗したら、うん、93.5%の確率で逮捕されない、うん、あそんなに現行以外の車とか店を強盗すると98.5%で逮捕されないっていうだからもう本当に犯罪者のだからあのもし犯罪をやってる皆さんもっとやりたいなってら、うん、ぜひオークランドに <laughs> い,い,いと日本よりは全然 <laughs> あの捕まんないから。<laughs> <laughs> <laughs> あそうだって <laughs> どん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 治安悪くなってきて、ね、あのいいとこもあるけど。あま,あ、ましょうね でもねカリフォルニアはいまあ、ちょっと危ないんだけどどうですか、カリフォルニアは住んでて、まあ、今、なんかよく YouTube でアメリカ好きじゃないって結構言ってたんでアメリカ好き好きなとこもあるけどああめっちゃその自由とかも好きだしでもなんかやっぱ日本は住みやすいんじゃない <laughs> あ,あやっっぱそかなんか日本人はさ同じハッチチャンネルとか同じ価値観まあそれももちろんつまんないところもあるんですよみんなが、ね、ちゃんと上の人の話を全部聞くとか ねそのでも、よくないそういう誰も他の人になんていうの害を当たらない社会っていうか確、まあ、<の>確かに確かにに、まあ、安全っちゃ安全は安全。いろんなところはってると思うんですけど、うん、日本人はアメリカに行くときにいつもちょっとに日本じゃないから気をつけないと。はい、確かにね ももうまあ、場所によってね、うん、もちろんね州によってうん,うん、うん、そう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 そカリフォルニアとかニューヨークとか土地系はもうすごい発展してるのにもかかないそうだねうんなんかあすごいおもろいのが結構その日本だったら珍しいというか本当にストリートちょっと超えるだけで全然危ないとか危なくないとかあ,るそ<う>あれがこう結構おもろいなと思ってあと犯罪をやるって思わない人も犯罪するから俺 <laughs> 15ぐらいかなの時に、はい、あの、弟と友達と、うん、その、友達の近所で散歩したら、うん、なんかおばあちゃん、はい、55歳ぐらいのおばあちゃんが、薬いるって言われて、<laughs> で、俺たちが、いらないよ、このバーマンみたいな。ね普通に歩いたら、背中にガンってなんかつけられて、振り向いたら、ショットガンを持って、おばあちゃんに強盗されて、そう。マジそう、めっちゃ怖い。全部あげた。<あ>携帯もあげたし、そう。 <あ>そうそう。<ー> iPhone 前の時代だから、<ー>携帯は結構、価値があったものだから。そっかそっかそっか。そ,そうそう。<laughs> だからね。へえ、そんなところで育ったのそう、その、なんていうのいつでも何時でもなんかお起こるかもしれないよっていう覚悟でいかないと。はいはいはい。そうそうそう。確かにね。 まあそれはちょっと日本人、まあ日本と比べてもちょっとね、やっぱ違う。まあそうだね。どこでもそうじゃん。うん、どこでもそうと思うね。日本はもう安全すぎる。すぎるからね。そうそうそう。確かに。それはめっちゃ思うの。なるほどね。え、じゃあ日本にこう来て、あの、まあ上智大学に。そうそうに行きましたね。行って。そう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 。その時はなどうだったんですか、実際の。めっちゃ好きだった。おお。やっぱ日本人は優しいじゃん。ああ、やっぱそうそう。文化も深いし、あの、住みやすい。うんうん。うん。 めちゃくちゃいい国だと思うので。 結構面白いなと思ったのが、そのニックの動画を見てたときに、結構この、どういう日本の文化が好きかみたいな話をしるときに、結構そのありがちなアニメとか日本食じゃなくて、例えば黒沢明映画とか。あ、それも好き。めっちゃ好きだったね。なんか、もちろんアニメも好きだと思うけど、うん、なんかそういうのが好きって言って単純に映画が好きだから。ううか昔の70年代、80年代の映画がめっちゃ好きで、うんうん、もちろん、元前のやつも好きなんだけど、そうだね。あの、昔の薬剤映画とかも好きだし、結構ね、 あれも、あと、あの、これは、もう多分言えると思いますけど、外人はめっちゃヤクザかっこいいと思ってるの。わかるそういや、思っみんな思っても、YouTube チャンネルでヤクザを英語で検索すればめっちゃ出るから。そうそうそう。確かにね。だって日本っぽいじゃん。確かに。あの、犯罪をやってるけど、ちょっとアメリカのギャングと全然違う価値観で。そうそうそう。一般の人に大体、ね、悪いことをしないとか。うん、ね。それは、 うん。ああ、そういうことか。そう。それ結構面白いかもしんない昨日も、なんか、外国人が日本に来て、元ヤクザと、なんか、東京もあるみたいな動画見たのす。っごい、再生が。あんなんかやっぱ、興味があるね、そういうの。ヤクザそうなんだ。興味あるんですね。あと、その、タトゥーとかね。はい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 。タトゥーとか。ワボリってことワボリがね、外国人めっちゃ好きだった。漢字タトゥーとかも多いですもんね。そうだね。本当に多いね。みんなね。やめた方がいいけどな。 俺、大学生の時に、ちょっと悪い子だった。そこまで悪い子じゃないけど、ちょっとなんか、見た目が悪い人がいたクラスに、で、はいはい、彼が漢字タトゥーを入れようと思って、うん、で、多分犯罪者を入れたかったんですよ。自分の腕に。で、 <laughs> どっかのタトゥー屋に行ってもちろんそのタトゥーを入れる人も日本語わかんないから、うん、入れちゃってうう、うん、授業に来たら<お>日本人の先生がめっちゃ笑って「通り回って自分の, <laughs> 自分の上に通り回って <laughs> <laughs> 一番ダサい最悪な通りはそうそうそうそれ面白いな漢字だって結構面白いの多いですよねねえんかみんな好きなんだろうな多分漢字とかねまあでもまあ日本人もさ英語好きだから同じ感覚ねあれはねんか面白い英語の T シャツとかもあるめっちゃあるそれいつもわざとか ねふざけてるかどっちか分かんないんだよな <laughs> まあたんでもねいいんじゃないアメリカで感じたとよだとね日本人が分かんないから <laughs> 確かに確かに結構面白いなそうだ、ね、黒澤明映画何が好きなんですかあ七の侍も好きだしそれはクラシックあとランって映画してます,、うん、すえー、見たほうがいいめっちゃいいその黒澤明の映画のおかげで今の 現代の映画がある。ああ、でもそれはよく聞きます、ね。そうそう、なんか、テンポがめっちゃ遅かったんですよ。六十60年代前にね。はい、彼の映画がちょっとスピーディーになって。テンポが早くてみたい、そう,そうなんだ。そう,そうそう、すごい見づらい。前の映画は。うん。<laughs> そうか、いや、結構なんか、お俺の個人的な感覚として、うん、日本人でクロスアキラスす,す,す,すごいっていう人、結構少ないって、すごい。あ、そう。めっちゃ思って なんか結構外国人の人の方が例えばじゃあスピルバーグのあか有名なディレクターが黒沢明さんの名前をめっちゃ出てる気がして結構それがおもろくてあ<ー>なんか俺も黒沢明っていう単語を知ったのがあ<ー>あの39クイズっていう本わかりますえ分かんない,、えー、んない39クイズっていうアメリカの本があって<ー>それで黒沢明っていう単語を見てその人いるんだって、えー、そこまで知らなくて結構なんでなか分かんないんだけどそういうのがあるなってちょっとなんか個人的には思っててなんか も結構アメリカで有名かもしれないね日本人って結構有名な中でそうだねうん黒沢明とかあのあとあの映画「タンポポ」って映画してる分かんない多分痛み十三かなえ絶対見た方がいいっすよ見た方がいいっすねうんそうめっちゃ面白いえ日本の映画あんま興味ないあんま興味ない なんか昔、今の映画はまじゴミなんだけど、うん、まあアメリカもそうなんだけど、ねんなうん、今もう広告会社がもう入りすぎて、アートじゃなくて完全にビジネスみたいになっちゃったから、かでも,も<う>昔の日本の映画はまあ本当にアート。うん、いろんなクレイジーな映画が結構。 なかなかあってもさ、昔の映画、例えば、じゃあ昔、俺も結構アメリカ、求人道映画とか好きなんですけど、そういうのって結構割と手に入るじゃないですか。うんうん、でも結構なんか、昔の古い日本の映画ってあんまりなんか手に入んないじゃないですか。意外と Amazon を見れば今ある。Amazon, <か> Amazon プライムは多分あると思いますね。無料で。テレビで見よう。そうそうそう。見れる。え、タンポポとタンポポは絶対。絶対タンポポ、うん、これは見つけづらいかもしれないですけど、恋の極度って。 恋するのこうううするのそうがめっちゃ面白いしあとなんだろうなあこれは最近だけど殺し屋市って映画殺し屋市知らない知らないのいやめっちゃ面白いすごいグロいけどあそうなんだそうそうそうえちょっとこういうのやっぱ見てこうかなと思ってもっと全然話変わるんですけどカムルンは行ったことありますカメルンは行ったことありますどうだったんですかえでもめちゃくちゃでもなんかやっぱ外国人だと思った自分が あすごい、あ、俺、外国人だなって思ったっすね。えでも、見た目的にはみんなはカムルン人だと思われるうん、思われない。あ、本当<か>やっぱりっぱちょっと違う。なるほどね。顔のフィーチャーもともと。なるほどね、まあまあた。まず、このもう、もう言語は通じないから。それが結構厳しい。あそれもあるね。フランス語もあんなフランス語はみんなで こうコミュニケーションするために使ってるけどやっぱそのトライブとかの,うの意識がすごいからそれが結構そのお父さんのトライブの言葉とかあってそれが全く分かんないからそれでこうやって楽「案外とか言われて俺が言わなかったらもっと勉強した方がいいねみたいなすみませんっめっちゃ言われて<え>結構そのお父さんは全然帰ろうと思わない、うん、うんでもお父さんビジネスやってるから向こうでなる、ね、だからもう定期的にいつも向こうにて日本に帰ってきたりとかして遠,遠いよね多分ね遠い,遠いね えあの日本に何年います、お父さん。お父さんは何年なんだろう、30年近いのかな、僕より10年、そうっす,ね、すごい。いや、だから外国人で長くく大変だと思うんですけど、でもなんかよく,よくやってるなというか、まあ、日本語もあんまり上手じゃないからね。本当<あ> 英語ビジネス使うからでも英語はできます英語はできるできるやっぱインターナショナルビジネスやるんで英語でコミュニケーション取れないといけないんで基本的な英語自分で英語を勉強してこんな上手くなったのはすごいと思う初めて会った時に俺アメリカのハーフだと思ってたのあっマジっすかそうはいはいはいびっくりしたいやいやいや全然まあエレンに住んでたっていうもんででもやっぱあと興味があるともちろんずっとアメリカ行きたかったんで自分でその時は 親はなんて言った親はでもそんななんか反対結構親は好きなことやらせてくれたりかああそれは大事そうだから自分は映画をずっと興味があったからそれでアメリカ行きたいってっと言ってて自分で撮ったりとかあめっちゃいいのは俳優やりたかったんだけど今映画監督とかあそうなんだあもうやりたいんだやりたいでも結構今両方とも興味あってあ当うん出る役もそうだねいいな興味ありますね今はね芸人さんとかやれてるからそう昔ね 今,でもで今もたまにやってるね、たまに、趣味ぐらいで、本当にちゃんとしてる人をなめないように、<laughs> ね、俺、1か月、1回、2回ぐらいしか舞台上がってないんですけど、<laughs> あやっぱ芸人さんってもっと出るもんなんですかねいや、もう普通は月30回出なきゃいけないから、月30回もう毎日出ること、<え>毎日60回でもありえる、だってもう舞台を1日3回ぐらい出ると、ねえ。 だって、!M1 <う>あ,あるんじゃないですか。あれ,すね、あれは本番で、ライブで、ね、はい、ネタを磨いて、はい,はいはいはい。だんだんつま,つまんないとこをね、削って、新しい面白いとこを入れて、多分1個の3分とか5分のネタを30回やるともうバッチリみたいな無敵な。あ、そういうことなんだ、あのネタっていうのは。だって音楽とかさ、うんうん、その人がいなくても練習できるんだけどさ、確かにお笑いは笑いがあるかないか。 確かにだからその声がないと自分がうまいかうまくないか分かんないから<ー>でも僕はお笑いの養成所に入ってそうですよねいつだったまあ結構前だったんですけどうん、うん、本当に今の令和みたいな感じじゃなかったんですようん、うん、結構ハード昔ながらのめっちゃラッキーだったそ,それを経験してええど,んなはどんな感じなんですかいやもう怖い怖い,怖い怖い怖いもうあのい今はどうあのお笑いのね 業界はどうかわかんないけど、怖い。マジで怖い。うもうめっちゃブチ切られるとか。星<ー>座で話を聞くとか。ね、飲み会があって、朝六時まで。付き合おうとかうもう、そういう。スパルタな感じ。スパルタな感じ。ね<え>、もっと、あの、まあ。 言い方悪いけど大学行ってない中学校で入った子とかがハードで頑張ってそっかそっか成功したとかまだ成功してないけど頑張ってる人が多いからまあラッパ逆にヒップホップはどんな感じ先輩後輩とかみたいな先輩後輩はすごいと思う結構厳しい結構厳しいとめっちゃ厳しいからめっちゃ飲まされるとかあそうめっちゃ飲まされるとかそれ超ヒップホップじゃなくないいやんからしい人だよでも何かやっぱちょっとヤクザとか そち入っっててきゃるでも、お笑いもそうじゃん、もともといろんな有名な人、昔 MC がそういうつながりがあって辞めることにもなったしだから一緒、それは一緒。芸能ってそうですよね、前に出る仕事、遠慮。特にお笑いはさ、顔とか芸か芸じゃないかよくわかんないから、本当にどのぐらい長くいたかの人がたくさんいるから。特にね 20年やって売れてない人がめっちゃ怖いし、わかる、そういう苦いっていうか、ちょっと、ね。はい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  そう。ああ、そういうことね。もう自分が売れてないから、若い子にめっちゃ厳しいみたいな。いや、ヒップホップめっちゃは、最近は流行ったっていうか、はいはい、前は15年前、そこまで流行ってなかったよね。いや、流行ってなかったと思うんですけどねで。自分もだって日本に住んでて、日本にヒップホップドラップーいるのかなぐらいな感じだったあ、そうなんだ。でも自分がアメリカ行った時に、まあ日本の、多分なんか本当にここ5年とかだから、うん、で、アメリカ行った時に、このなんかあ、今こういうバッドホップっていうグループが出てきて、おおみたいな。うんうん ぐらいで、なんかそういう心から自分が来てるんで、<う>今すごいなって思うんですけどね。 なんかヒップホップって言えばさ、そのブラックサムネの話に戻るんですけど、超ウェイビーでごめんねって覚えてる。う、はい、ちゃん私はそのパロディで超外人でごめんねってやつを昔に作って、すごい、一回バズった優秀。超ウェイビーでごめんねあれはね、<う>いろんな人がなんかパロディさせねー,ねーやってね、うんあれ。でも、あそこから結構、ちょっと浸透したのかもしれないですね。そうそう、その頃ぐらい。だよね、うん、ヒップホップっていうジャンルが、普通の人も聞く音楽のジャンルになってきたというか。うん は,はあるかもしれないです、ね、もどうですかアメリカ人から見て日本のヒップホップとかは。思うことありますうんいやなんかその別に否定することは一切ないし、うん、別に日本のヒップホップあんま知らないからうん、うん、アメリカの今のヒップホップってもう全くあんま興味ないんであんま興味ないん。90年代とか2000年ぐらいのヒップホップが好きなんでただやっぱそのアメリカの。うん 危ない話はガチだからだ、ね、ちょっと日本とレベルが違うね確かにちょっと話しっき聞いた時でもすごいですもんね、うん、そういうところにいたらさらにすごいですよね多分コミュニマギャティーとかでそういうなんかあの実はすごい恥ずかしいんだけど高校生の時めっちゃやってたのがヒップホップあっ弟もそうなんだいろんな学校の友達ではい、はい、そういうレコーディングとかやって<ー>で例えば うんなんか一緒にやってる人の一緒まあ友達は友達なんだけど本当に人のもの盗むの俺の高校は<ー>友達でもすごい嫌じゃんそれはすごい嫌でしょううううう友達だと思ったのに <laughs> うううう自分のなんかが、ねはい、なくて,てあいつが盗んじゃったみたいな感じで、うん、でその友達友達か分かんないけどの家に行って彼を僕あの弟ともう一人の <laughs> 友達とあいつをボコボコにしようと思ったらその人のお兄ちゃんが出てきてめっちゃでかいマシンガンみたいな銃を持ってそういう本当にそういうことだから本当に悪いことしてるからまあまあ日本の多分本物のラッパーそういうね悪いと悪いんだけどやっぱそういう文化もあるから確かに確かに確かにあとこれもダサいんだけどその。 弱い白人が好きじゃん、そういうのアメリカで。かる <laughs> 憧れる。だからヒップホップが流行ったじゃん。かる <laughs> そういうことあるから。やっぱいや、それめっちゃあったよ。<laughs> その、なんていうのその、ミドクラスの白人たちが好きになると、ヒップホップがめっちゃお,、ね、お金が、ね、メインストリーグになっちゃったから、ね。 それも全然、本当にもともとアンダーグラウンドのもんだったから、そうだよね確かに,確かに、ね、MTV とかに出て、なんか、どこだろう、その、お金も、ユ,ユータ州の、わ <laughs> かる、普通の白人の、わかる、が好きになると、もちろん。<laughs> ね、上がるからね。そう,そうそうそう。<laughs> 白人に人気のラッパーはやっぱり有名ですよね。今はもう当たり前じゃん。当たり前当たり前。結構もうトップトップアメリカのトップシャートというかもう普通じゃん普通アメリカの音楽みたいなもんになってるけどアメリカのカルチャーではあるからそうそう。今は全然聞かないね。聞くは聞くけど昔の好きだったやつしか。やっぱ 三十八歳だからさ、今ヒップホップ聞くと、これ音楽じゃいいんだよ、みたいな。わかる、そういう。おやいね。おじいちゃんみたいな。そう。こういうのじゃん。なんか全然ちゃんと滑舌ないやつだよね。そうそうそう。なんじゃ、このクソみたいなやつにたいな。昔はスピット系ですからね。29年代の時に。そうそう。そう。詩を書いてこうね。そう。確かに確かに。まあそういうのは確かにないかもしれない。 あので俺高校生の時に俺が撮った、うんうん、ミュージックビデオここで見せらんないから <laughs> いろんな見せらんないものがある後で <laughs> あちょっとで携帯に入ってるからいろいろやってるっすねじゃあねもうねいやめっちゃあのクレイジー俺が育てられたとこはめっちゃクレイジーだったから俺の高校もさそのバークレーっていう街だったんだけどもともとヒッピーが。 そね、あとこでなんかもちろんそのフリーダムとかね人種差別反対みたいな場所もそ,その中心だったんですよだから俺の高校のルールはデモがあると授業に来なくていいよデモに参加してもいいみたいな。えー でもちろん誰もじゅ本当はデモどうでもいいと思ってるのに <laughs> 授業行きたくないじゃん。毎回デモに行って <laughs>、ね、悪いことがとしてか学生本当に何人も捕まったしあのマラトフカクテイルってしてる <laughs> あのなんかお酒のボトルに火をつけて、はい、店に投げたりとか、ね、そういう悪いことをしてた子もいっぱいいたし <laughs>、えー、そう俺の高校はなんか 大学の時にさ、みんな高校生の RR みたいな話になるじゃん。全然俺の RR は誰にも通じなくて。特殊すぎてね。特殊すぎて。結構俺、確かにバークレーって言ったらバークレー学校のイメージ大学のイメージう。だからあれめっちゃハイレベルのとこなのに今もマジでやばいから。 あ、そう。ま、昔も、く、あの、ごめん。何でも言っていいっすよね。ね狂ってる人が集める場所だから。あ、そうなんだあ。あの、もう本当に普通にバークレーで、あの、毎回ランチはね、うん、カフェテリアがなくて、うんうん、ピザ屋とか、うんうん、いろんなね、レストランとかに1時間自分に行ってもいいんだけど、普通に歩いて、ホームレスかわかんないけど、変なやつが、鳩を生で普通に、わった食ってるとか、<laughs> そう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 、一生忘れないとか。半端 <laughs> な。 あとさ、アメリカさ、<laughs> その、チップをあげないと、俺もこの前これ考えてたの。うんうん、今度 YouTube 動画、これを作ろうと思ってんだけど、うんうん、チップをあげないといじられるとか、わかる。まあね、だから、有名なピザ屋があったんだけど、うんうん、なんか噂でちゃんとチップをあげないと、次でピザを買うときに、渡す前にシコるっていう。ああ<ー>、そう,そうそうそう。だから <laughs> ねエクストラ味がついてるし、そうそう。アップデート。確かに俺チップした次の日に、なんか、足足りないなって思ってさ。でもマジでそういうのはアップデート。そうそう。すごいね。すごいところ来てやっぱでもアメリカクレイジー。本当にニューヨークとか、ねフィラデルフィアとか、ベイエリア、ロス。マジで。 まあ、それもいろんな文化が、だから俺いつも言うんですけど、映画昔の日本はさ、昭和とかさ、苦労してるとこあったと思う。ちょっと暗い部分。で、今の映画はもう日本が今、平和すぎて、暗いとこがないといいアートが生まれないっていうか、ヒップホップはまだそういうとこあるかもしれないんだけど、でもまだ韓国はめっちゃ暗いとこあって、いい映画バンバン。 から、そりゃそうかもしれない平和すぎるとアートがそんな。はい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 。めっちゃわかるし。例えばシンガポールって国がめちゃくちゃ綺麗で、俺、あの、この前行ったんだけど、すごい安全なんだけど、アートって言えばもうない。マーライオンあれだもんね。本当に銀座、どこでも銀座みたいなもんだから、魂がないっていうか。うん、なるほどね。わ、でもその考え方はすごい面白いかも。そう。なんかこの、 物質的に豊かになっちゃうと精神がね、あれですよね。でもそれもさ、そのあのアーティストとかボクサーとか格闘家がさ、うんうん、有名になるとたまにそういう精神がなくなるじゃん。<laughs> はいはいはい、確かに確かに確かにね。もう成功した、もうや作んなくていいとか、まだ売れてないときにめっちゃいいアルバムを作ったのに、うんうん、売れるとそうみたいな。確かにあ。でもそれすごいそうかもしれないですね。うーんそう なるほどね、まあ、その見方はまなかったかかもしれないしないんかさ、うん、ごめんね俺すごい ADHD で全然大<が>一番最初の移民の話はさうん、うん、あれマジでこれからどうなるかなって思う、うん、日本はんか今の日本の作りだと、うん、例えばその銀行のちゃ銀行じゃないけどすごいアントレプネーとか成功者が日本に多分来たくないのうん、うん、だったらもう シンガポールとか他の国に行くんだけど、ねうんうん、それもある意味その外人が住むと、あ日本に住むと、まあ移民の意味もあるけど、うん、なんか、ど、どうも逆に俺知りたい、ハーフの話。あうわー、でも結構、で、俺は、俺的には、なんかこう、 もっとそのまあ変わってきているんだけどやっぱその外国人ではないじゃないですか日本人じゃでもやっぱちょっといまだに外国人扱いされるところがあるからそれはすごい嫌だなと思うまあそうねそれがなくなってくるかなと思うからでも多分あと10年後はめっちゃ笑っちゃうよああ多分 BLACKSAMURAI も俺さっき言ったようにでも分かるだからさあのどうんていうのいい人どんだけいい人ぶりしても 差別はあるよ、見た目。まあもちろんね。俺は、道を歩いたあ、黒人だって気づくじゃん。うんうんうん。わかる。その、もちろん、あの、そういう、なんていうの、否定とかじゃなくて、単純に気づく。え、just d そうそうそう。だから、うん。いや、めっちゃわかる。俺、ハフじゃないから、日本人じゃないから、その気持ちにはなれないんだけど、でもね、もちろんね、その日本語で喋って、超下手な英語で書いてくるとか、あるんだけど、 だからちょっとロジックに考え、あ、この人はめちゃくちゃ英語を練習したいからいいや、とか。そうね、そうね。でもわかる。自分の国なのに。<laughs> そうそう、なんかそこが、やっぱ自分の国だけど、やっぱその、なんか自分の中で、やっぱ、どうして、自分、自分の問題ないかもしれないけど、日本に住んでて、日本に座ってんのに、あ,うん、あ、日本人と俺になっちゃう。そう。 気持ちになっちゃうことが結構あるなっていう。それがちょっと嫌だなっていうのはあるから、少しは。で、なんか移民が増えてきたら、ちょっと変わりそうだなっていう。それが普通になれば、ある程度ね。いや、でも俺、どういう人が来る多分、要件差別されると思う。本物の外人が悪いとこやると、同じ外人みたいになっちゃうから。それがね、確かに。今、そのニュースとかでさ、そういう外人の犯罪を見ると、マジもう早く帰れ。って思う。確かに。やばい奴は帰れって思う。そう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 。それめっちゃ。 でも、うん、どう考えても日本人はさその子供もいないしたまにさなんか本当にバカみたいな YouTube チャンネルでい,いつか日本はロボットを作って人間の代わりにロボットめっちゃバカじゃん AI もめっちゃバカじゃん <laughs> こういう絵を作ってくださいって書いても全然いい絵作れなくてもうないそれはだから、イヴンとか誰かを入れないと <laughs> うんうん、うん、いやもう無理なんでたぶん。 普通に国ととしてはもううりたない思だってこれだけ人口が減ってるじゃないですか普通にいかなもうないよ日本はで若い人もいないじゃないですか無理なんですよ。そしたら意味を入れるしかないんじゃないかなと俺は思うう。あと俺に怒る人はいるかもしれない。ヘイターのコメントはあるかもしれないですけど僕は英語をもっと勉強しないともうやってらんないわ。そんちちっゃい人口で 今はまだ大丈夫だけど、うん、ね、いつかさ、なんか何もできなくなっちゃう、マジで。確かに、確かに。英語教育はもうちょっとやったほうがいいなと思う。てか、もっとこう、なんて言うんだろう、まあ、ここにも日本のすごいいいところであるんだけど、うん、やっぱもっとこう、もうなんていうか、広くもう視野を持ったらいいのかなとあ<ー>思いますね。なんか、結構こ,うここで完結しすぎちゃってる。ね、ちっちゃいし、しかも、日本が。っていうのは、まあちょっと思うかな。 ぐらいな感じで。じゃあ、だから、からえっと、移民、誰でもいいから、いろって言ってるわけじゃないし。そうだね、そうだね。うん、ヨーロッパで問題あって、っ問題それは,日本ではマジで、まじでなってほしくない。そう、なってほしくないね、あれはね。それはね、多分ね、あのね、結構勘違いされやがちなんだけど、それは俺はもう、それは良くないと思うから、やっぱどういう人いるかはめっちゃ重要だと思うけど、でもね、能力ある人たちから言ってあた方がいいでしょって、俺は思うんですよね。でも、そういう、これ、移民帰れの人だけじゃなくて、うん、逆の極端のコメントを言う人は、大体、うん 変なオタクでわかるインターネットだとめっちゃ強いんだけど実際に話し合ったら何も言えないやつだから。まあそうですねそうですね。そうっすねマジで。そうだね。<laughs> そういうコメントを残す人、俺、あの一人一人の家を俺仕事を辞めて一人一人 <laughs> <laughs> 見つけて。俺、貧乏になるけど、一人一人を見つけるから。<laughs> 今って、俺、すごい気になってたんですけど。 どういう活動されてるんですかね。YouTube とかはわかるんです。YouTube とかやって、あと英語の会社もやって。うん、英語の会社はい。そうでそれぐらいかな。英語<ー>英語。英語うん、うん、なんか俺がやってる方法っていうかそのなんていうの？学習法は,い、はイマージョンっていうやつなんだけど、一番セクシーじゃない学習法で。はいはい、一番セクシーじゃない学習法。あの本当はまあベストはアメリカに。 7年住むことうん、うん、それはそれとも7年間自分のパソコンとか見る映画とか、うん、ドラマとか全部英語にするうーんそして英会話をする全く日本のものを見ないっていう。はいはい あ、それがあれなんだ。それはイマージョン。<Is that S 2> だから、そう。だから、本物のイマージョンはもともと留学するとか、ね、アメリカに住むことだったんだけど、うんうん、今の時代はインターネットがあるから、本当にアメリカみたいな環境を作れるっていう方法で、で、もちろんね、2ヶ月でペロペロになるみたいな嘘は絶対つかないから、まあ本当に習得したい人は、 ね八8年続けられんだったらなるけど。でも、言語はそんなもんじゃん。いや、何年アメリカにいたんですか、ね、まあ、でも、6年。そう。まあ言っても、でも12歳から勉強してるんだよ。うんうん。でも、6年アメリカにいることはめっちゃ大きいことじゃないですか。うん、でかいでかい。あんうん。うん<分>。それでも完璧じゃないからね、英語ね。多分ね、勉強しなくても6年である程度は上手くなったと思うし。そうね。そうね。そう。なんか僕の知り合いはね、彼、あの、めっちゃ面白いよ。 日本人だけど、もうめっちゃね、タトゥーとかイエレゼが入ってる人なんだけど、はいはい、ロスに住んだんだけど、メキシコ人と一緒に住んでたの。5年、6年ぐらいで。<laughs> で、もうメキシコ人と全く同じみたいなスペイン語喋れる。めっちゃ面白いよ。アメリカに住んだたのに英語が喋れなくて、スペイン語が喋るやつめっちゃ、すごい面白いけど。ロスアールだ。ロスールだそ。そうそうそう。<laughs> そういう活動かな結構自由前はテレビとかちょいやってそう僕はあんまねテレビも呼ばれないし出たくないし大嫌いだしつまんないしだってテレビに出たらさ絶対あの黒人なのに日本のここがすごいよみたいなパートになるよそういうもんだよそういうもんだよここからテレビ出ようと思ってるんですけど。 でああじゃあそういう役を <laughs> あのめっちゃ日本語うまいですねって言われるとかあ, <laughs> あ,あそれ言われそうそれれそうやな <laughs> いやでも結構なんかさあ,のあれじゃないですかあの結構テレビとかに出られてたんでなんか結構お面白そうだなってそういう世界ってどんな感じなのかなみたいなあ本当出たくないって言ってたんでなんでなのかなみたいないやそあそうあいあのそ,その時も、うん、お金持ちキャラは俺全然お,お金持ちキャラじゃないから実際は、うん、そういうキャラ 俺も、俺のせいですよ、これは。うん。俺のせいです、これは。俺は23歳の時にどうしても売れたいって思って、そういうキャラになってくださいみたいな注文があると、思いっきりやろうとしたんだけど、うんうん、もちろんさ、その、電車乗ったことないみたいな <laughs> 話とか、わかる <laughs> へ<ー>とか、うん、俺のウィキペディアとか見ると、うん、めっちゃ大げさが超多いし、<laughs> あの、何回も言ってるんですけど、テレビに例えば僕の、 おばさん、うん、の近くにジョージ・ルーカスっていう監督わかるあのスタが住んでるんですけど、それを打ち合わせで言うと、うん、実際に本番になって、MC が、実は肉のおばさんがジョージ・ルーカスのベストフレンドって聞いたんですけど、みたいな。きつうそう。で、いや、それじゃないって言,え言いづらいし、<laughs> 確かにね、もちろん電車もめっちゃ乗るし、だから、やっぱ、 ね、そういう、そういう感じなんだ。とか、あ,<ー>あの、なんかニックは高いもの持ってますか大好きじゃん。そういう紹介するテレビとかで。いや、持ってない。つ、うん、たら、呼ばれて、実はこれ、こういうおもちゃを自分のものとして紹介してくださいとか、うん、もうほぼほぼ全部、ね、嘘とか大げさが多いから。まあでも、それテレビ俺は断ればよかったの。 ね、ああまあねでも売れたいんだったらさやるしかないよ、ねうん、やるしかないやるしかないでも結局お金持ちキャラで出て、うん、俺そういう人じゃないし全くねうあの普通に電車も乗るしねちょっとや,やっぱきつかったわあれはやっぱそうなんですねそれはなんかそっか向こうがその番組のプロデューサーとかこういうふうにしてくださいみたいな感じ結構こう こうナビゲートされるんだなんかさ自分のポッドキャストとか YouTube とかインスタでさ本当の自分のみんないろんな面があるじゃん。わ、ね、か,るなんか今日話す前に猫は昔ヒップホップを聴いてたのは絶対知らないじゃん。知知ららなないないだけどテレビでお金持ちでめっちゃヒップホップを聞くと、うん、見てるじいちゃんばあちゃんたちがなんか <laughs> ど,どういうことにわかるもう,かかもう理解できないそれがだから あの、テレビはさ、<え>その、ディズニーランドみたいな感じで、うん、出てる人たちは、その、着ぐるみを着てる、超わかりやすい。はい。もうわかりやすくキャラクターを作っるみたいな。芸人だったら、真っ赤の洋服とか、でっかい、あれとか、超とかね、女の芸人だったら、デブ。それともブス。それとも40歳でまだ結婚してない。ネタは全部それ。 外人だったら、天才な外人、日本人に全部教えてやる。だいたい白人のキャラはそ,それが多いで、<laughs> 黒人だったら日本人のピエロもあるし、うんね、ボビとか、うん、もちろんあの人多分めっちゃ頭いいし、ね、だからテレビになると本当の自分のいろんな面が見せらんないから、ね、それはきついと思う。そう。で、は<ー>俺はテレビだとバカ。 ピエロあれだったからうん、うん、まあ別にそのプライドはないよ俺全然バカで全然うん、うん、そのねバカだから全然あの演じやすいけどでもやっぱ本当の自分を見せたいじゃん、うん、確かに確かに確かになるほどねなんかそれは結構意外だったかもしれないですね何、うん、かそう見えるとやっぱまあまあまあそのどうやってその、うん、テレビを利用できる人だったらいい確かに確かにただ 今、何歳ですか今27になりますね、今年あでもまあ、多分今の自分になったら、俺、めちゃくちゃもう、思いっきり利用した、うん、テレビを。うん、それは何でですかまあ賢いから。あ<ー>23歳はめっちゃバカだから、23歳は確かにね、そう,そう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 、何も分かんなくて、はいはいはい。そうだね。うんなるほどね。わ、ちょっとこれ、結構深いですね。うんなるほど。 え、うん。あ、出たい番組とかあります出たい番組秘密の県民賞とか秘密の県民賞は確かに出てみたい賞。俺も見る自分で出たら普通に好きな曲あの好きな番組は「イッテ Q」とかあとは何でもあるけどあれも問題になったしねあれも問題だったしね嘘の祭りっすよ存在しない祭りを作ったら何やってんだよって思わないそれはそれは何やってんだろうってそうそう何やってんだよって思うマジでうん あと、しゃべくりとかね。あまあまあ、それもね、でも今もさ、うん、コンプライアンスもめっちゃ厳しくてさ、それは男女差別、それは人種差別、これは言っちゃいけない。うんうん昔の90年代のやばい日本のテレビ、俺はその時のテレビに出てたか、出たかったの。そうか、ん、そうか、そうか、それ見てたから。そうそう,そうそうそう。う俺は、うなんか、なんていうの 今のコンプライアンスはさ、うん、逆にみんな要件差別する気がする。あ<ー>今俺高校生の時とは全然そういう話はなかったからさ、うん、あんまはな考えないの。でも今は話す時に、あれ今差別なこと言ったみたいな <laughs> そ差別化を心配してることで差別してるから。まあ確かにそうですよね。 めっちゃそれは思うですよ。そう今流行ってるんですか。キャンセルカルチャーとか。そうそそこれ一度目、あれ一度目とか。セクハラカトの方とか。すごいじゃないですか、今。いや、すごい。あれは。でもアメリカから来てるじゃないですか、結構。そうそうそう。アメリカそう。だから、鎖国しろ、日本は。鎖国しましょう、もう一回。俺だけ入れてください。俺以外の外人はみんな帰らせてください。嘘、嘘、でも、それめっちゃダメ。例えば、あの、一回日本の自慢になった歌舞伎町タワーのジェンダレストイレ。 で、それができて1週間後に女性はトりエ行くと、もう変なオタクが見ながらしこってるとか、もう全然女性のためになってねえじゃねえかよっていう、そうそうそう。でもなんか、アメリカに憧れる部分があるからね。でも、いいとこも悪いとこもあるから、アメリカは。悪いとこも多いかもしれないけど。 <laughs> <う>いや最近のアメリカの情勢、俺,も俺が俺2016年から行ってまうんですよ、ちょうどトランプが、その時に俺、いたから、もうすごかったんですよ、アメリカの上空が、お,お,お<ー>みたいなで、まあ、そこにいる時は、やっぱもう嫌でも政治の情報が入ってくるし、YouTube とかもそういうのばっかりだし、テレビもそういうのばっかりだし、学校の早もそればっかりだしみたいな、でなんかもうそれがありすぎて、なんかめっちゃ政治の勉強したんだけども、それ、疲れちゃって、いやていや疲れるでしょ。そうそうそう でも日本に帰ってかたから、その情報あんま入ってこなくて。なるね、でも今、またすごいじゃないですか。そうそう、バイデまたそれ、タイランと、あ,の <laughs> あれはね、いや、アメリカ人は本当に政治の話しかできないから、<laughs> かね、マジで。ううううう自分が専門家でもなんでもない。<laughs> あの日本人は無関心すぎて、アメリカ人は自分がエクスパートだと思いすぎ <laughs> はい、はい、ねなんか 日本もね、もうちょっと政治を考えた方がいいと思うけどね。ちょっとえどうですか今の状況すごくないですか。なんか昔俺が2016年の時はもうトランプ反対派が、うん、めちゃくちゃ多かった<も>カリフォルニアに住むとみんな反対。そうですよね。うん、でも今なんかトランプ結構なんか人気になってきてないですか。あ人気になってあの申し訳ない申し訳ないんであ別に。 トランプを主演してるわけじゃないけど、もうバイデンがダメすぎて、それを選ぶしかないって思う人もいるから、なんかもうちょっといい二人がいるんじゃないのってね、思うけど、逆にね。そうそう。トランプはたまにめっちゃ面白いこと言うね。なんかさ、あの、一回演説で、あれ、フードスタンプってあるじゃん。フードスタン日本語でなんて言うのあれはなんて言うんだろうな。 生活保護に近いんだよね。そうそう、近い。うその無料で,で、無料で食べ物を食物なんか、俺が大統領になると、フードステンプスの、なんていうの、おもらう条件をめっちゃ厳しくしますって言って。で、どっかのね、その、たくさん見てる人のなふざけんなよ、死ねえお前みたいな。で、トランプが見て、で、カメラもそのお客さん、ちょっと太ってて、で、トランプが、<laughs> 俺フーズテンプをなくそうとしたらすぐデブが文句を言い始めたら絶対日本の政治家が言わない確かに <laughs> そういうこと言うそうで普通に <laughs> エンターテイナーはエンターテイナーだけどでもなんかねアメリカそういうアメリカがそういう分けられてる部分が切なすぎるね<ー>一番俺がにアメリカ人が一緒になってるって思ったのはやっぱ911の時だったねうんだね ちょうどね、今日あの、ジャシュアっていう、日本生まれ育てのうん、うん、イギリス人かな。はいはい。と話して、311の時は日本にいたんですか、うん、いたっすいたっす。僕もいったんですけど、やっぱめちゃくちゃ日本がなんか一つになった感じがしましたね。うんうん、あれはマジで、であの外人みんな帰ったの、その時。 なんですかああその311に何か福島があるかもしれないからみんなか <laughs> あの特にフランス人とイタリア人がもうパッてすぐいなくなったんだけど<ー>俺の親はもう帰らなくていいよっつってで日本に行ったんだけどあの時期は本当にあ日本はすごい国だなって思って確かに確かにね結構前だったねあれはいやでもだってもう俺が中学1年生2年生の終わりなんでそう考えるともう10 13年とかたってるんですかね<う>14年とかすごいねいやーすごいっすよあれはね今でも覚えてるっすからね全然覚えてるそう俺も全然覚えてる全然覚えてる俺ビルの屋上でネタ合わせをしてはいはいはいめっちゃ揺れて俺すごいビビってたのそれは確かに怖いであのー、ちょっとここで話せない話もそのお笑いの話せない話があって、うん、でもネタ見せをぜ絶対スキップしないっていうルールがあったからうん、うん、でネタ見せ終わったら 電車も走ってない、うんね、な何も,もう真っ黒だったですよっ、はいはい、東京が1時間2時間ぐらい家まであの帰った記憶本当につまんないね俺の話 <laughs> の話何もなかったでも <laughs> でも本当に変だった1か月間ぐらい、ね、ああそうだよねニュース番組しか流れてなかったし確か,に確,かに確かにそれめちゃくちゃ思ったそうだねうあの時はすごかったな 俺、学校にいたんでちょうど夕方だったのかな、あれ。なんか今もさ、絶対100%日本ではそれをネタにしちゃいけないじゃん、そういうブラックジョーク。911はもう本当に1か月後にもうコメディアンたちがめっちゃネタにしてた。そうそうそう。なんかやっぱユーマの文化も全然違うよね、アメリカとか。ブラックジョークっていうか、ちょっとそう全然とか。そうそうそう、結構多いよね。そこで日本のお笑いとか は抵抗感とかかかなったです全然分かんない。分かんない。分かんなかった。一切。そうそう。やっぱ違うじゃん。そうですよね。でも、めっちゃ面白くない日本語。面白いと思う。すごい面白い。よく外人はさ、日本のお笑いが面白くないっていう人がいるけど、ただ理解できてないだけ。アメリカはさ、筋肉とかさっき言ったような、そのブラックヒューマー。そうね。ダークヒューマー、アシューズ。ブラックヒューマーで言うと黒人のヒューマーでもあるから。そうだね、確かに確かに。 ブラックジョークなんかでダークヒューマーって言うんですけどだけどあの日本はバカバカしいさみたいなうんうんうん d i う u l o u s うんうんうんそうあれもめっちゃ面白いと思う誰も傷つけないみたいなうんうんうん確かに確かに傷つかないあ誰も傷つかないですよねそうだね日本のお笑いは確かにそれはめっちゃ思うかもしかもさそのスタンドアップコメディだとさお客さんをバカにするそうねなんか漫才だとさ例えば 性が高い人と太い人、うん、がいるとで、うん、性が高い人がツッコミと、うん、あの、 太い人をバクにするの。で、太ってるお客さんも笑える。自分についてるんじゃないけど。はいはいはい。そういう、なんていうの、犠牲になる。そうそうそう。確かに確かに。それもめっちゃ面白いと思う。ああ、それ確かにそういうふうには見たことなかった。そうだね。面白いですね。なるほどね。え、漫才とかを未だにやってるまあ、やってるし、そうそう、好き。でも、あれは本当にね、漫才をやってると言えない。本当はね、 ちゃんとね毎日やんなきゃいけないやつなんだけど、うん、でも僕はまあ多分アメリカ人のとこもあるし、うん、あのずるいとこもあるんですけど、うん、その m 1でね 売れるんだったらもう1年ねスーッとネタを練習してうん、うん、で売れるとしたらもう大体2組じゃないですかそうですね,ね宝くじよりは、まあ、宝くじぐらいの確率じゃんまあ確かに確かにだから俺はちょっと違う考え方で、うん、YouTube とか、ね、いろんなことやってもいいんじゃないって確かに確かに そういうのを考えてやったんだその自分でこうじゃテレビとかじゃなくてじゃどうやって売れようかなとの時にはとか特にそのコロナの時代の時代は本当に出るところがないからめっちゃ面白いよあのお笑いライブとかパンデミックに出るとさはい、はい、日本はさ効率的に何もできなかったじゃんでもめっちゃバカなルールがあ多かったじゃんその<ー>例えば舞台に。 あの遠明のカーテンがあるとか <laughs> い維ねえじゃんこれは俺すぐ言ったのこんなクソみたいなやつどけって舞台で言ってめっちゃ笑いを取ったんだけどでもあのなんか箱に入るとお客さんこれコロナの時期にねんかもちろんみんなマスクしてんだけど、ねうんうん、そういう主催者がもしよかったらちょっと あの今、完全ちょっと心配があるから、あんま笑わないようにお願いします。<laughs> 何のために来てんだよ、お前らって、俺めっちゃ思うし、ね、確かにね、笑い<う>裏ケるの笑わないでくださいって、ね、<laughs> パンデミーめっちゃ、日本のパンデミーめっちゃ面白いとこあったよ。例えば、スーパーとかに行くとさ、<laughs> うん、そのいろんな列があるじゃん、レジナーで、ソーシャルディステンスで、なんかちゃんとスティッカー貼ってあるじゃん、そのフロんに。 わかるその。ね、I was here.You、oh, are here. いました。そう、なんかめっちゃ、ソーシャルでちゃんと、ね、<laughs> 前の人と。えー、なのに、横は全部近い。横の列が、<laughs> コロナは縦でしか動けないみたいな、<laughs> い,いねえじゃんつって。<laughs> すっごい面白いルールがあったよとか、なんか、普通に渋谷とか歩いて、マスクをしてるやつとかいて、なんか普通に歩いて、<laughs> みたいな、<laughs> めっちゃ多いじゃん、そういう、わかる、そういうやつ。 なん <laughs> じゃこれやったら<ー>そうそうでも今のさアメリカの面白いそのユニフォームっていうかうん、うん、あのトランプのねあのトランプが好きな人はさみんなマガーガマーガマーガやってで左の人はみんなマスクっていうわかる <laughs> 全く同じ機能あれは <laughs> だって右の人はマスクしないもんう、ね、あう、ね、そう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 そないそう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 だからかかアメリカでマスクうそ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  政治わかるしそう分かるね <laughs> いやーおろいな、うん、いやー確かにそうですね <laughs> えでもなんかその今は結構英語系の教育も結構されてると思うんですけね結構それがメイン,、うん、メインっていうかまあメイン結構,あの結構そういう研究もして<ー>あの意外とさその絶対あのヨーロッパに行くとね、はい、あの国はちゃんとしてるテレビがあるとみんな下手なの英語。 なぜかっていうと<ー>テレビの文化が少ない国はみんなアメリカのテレビを見るからうまくなるんですよだからううか例えばスペインに行くと多分、うん、映画とかは全部吹き替えスペインはみんなあんま喋れないみたいな感じなんだけど結局コンテンツどんなコンテンツを見てるかだからやっぱアメリカとかに興味があると、うん、まあヒップホップを聴くとか、うんそうね、映画とかを見ると自然にうまくなるから。うんうん 日本も、俺、いつも言うんですけど、あの全国をペラペラ例えば今の幼稚園生から高校生までをペラペラにさせたいんだったら、うん、毎日、ネットフリックスみたいな、うん、1>, あの1日2時間、その子の好きな番組をクラスで見せれば、<ー>多分ペラペララになると思います。おおやっぱそうですよね、うん、俺もね、英語勉強した時は、もう本当にそれだったんですよ、うん、もうまさに、あの自分、映画好きだったんで、もう映画をもうめちゃくちゃ見てたんですよ。はい で、まあもう高校生ぐらいの頃はもう日本語の字幕もつけない。英語の字幕で見るみたいな。うん それでめっちゃ覚えて曲も全部英語でみたいなやだから多分英語勉強しやすかったんであと興味がある興味があるこ興味がないものを見ると絶対頭に入んない俺数学とか一切覚えてないから分かんないなだから自分の好きなジャンル確かにねアニメが好きだったらアニメを見ればいいとかホーラー映画が好きだったらホーラー AV が好きだったら毎日 AV とか見ればいい英語で AV そうそうで俺が日本語をペロペロになったんですけど

確かに、いや、めっちゃもう、それは確かにそうかも、見せたら確かに、あんま見ないですけど、でも、違う俺も見ないようにしてる、あんま見るのはよくないから、月2回ぐらいかな。月構、ス結構ムしてまちょっとダイエットしてますね。よくないですよ、ハンバーガー、毎日食べるの。たまにね、ちょっとインスタの写真とか、あれ <laughs> おもろいなでもマジであれも問題になってるね<ん>その少子化っていうかはい、はい、AV が本当にね <laughs> あのドーパミンっていうか薬みたいなもんなってるからもうみんなねもう彼女いらないじゃん確かにぶっちゃけ言ったらあのごめんね女性のみ皆さんあの今の時代本当に面倒くさい女性は <laughs> だったらいやマジでもうあのなんか男はさ選択ないの ね、女性はめっちゃ選択あるの。で、ね、例えば、マッチングアプリとか、<ー>男はもうみんな寂しいし、<laughs> なんていうのあの、今はもう、あと結婚するとさ、うん、もう、なんか、なんていうの彼女いらない。今の若い人たち、多分。<ー>そういう。 あの日本だけじゃなくてどこの国でもこうなってんの、ねうんうんうん、確かにね最近 AI でね、うん、AI の AV を見てるやつらとかめっちゃいるしもう確かあのディープフェイグみたいな、ね、そう、うん、これからね <laughs> そうなんか俺どっかのリサーチで見たんだけど、うん、マッチングアプリだと男はほぼほぼみんな右スワイプするんだけど、うん、女性は85%のとこ左、うん、へだから同じめっちゃいい イケイケの男が、全員、全員、そうそうそう。昔さ、あの、例えば街とか行くとさ、いろんな、なんていうの、そのツールの店とか、いろんな店があったんだけど、今全部アマゾンが売ってるんじゃないですか。はいはいはい。その男たちがアマゾンみたいな存在なね。確かにね。そうそうそう。まあ、それ結構今、あの、問題になってる。結構問題になってるね。結構問題になってるね。なんか、 僕もさその全然やめてって言ってないし、うん、むしろいいんじゃないですかって思ってるんですけどうん、うん、女性はそ,んそこまで美人じゃなくてもセクシーな写真をインスタにアップするとうん、うん、めっちゃフォロワーがいるけど、ねうん、男めっちゃ頑張んなきゃいけないから、うん、なんかあのなんて言えばいい女性はありのままで価値がある。うんうん で男は自分の価値を作んなきゃいけないっていううんなるほどねそうだから大体あの二十いつもなんかたまにアドバイスが来るの<あ>俺はなんかそうそうあのインスタとかの質問なんか二十代の男と二十代の女性が付き合うと、うん、充実のなんかチャチャチャロあのオービーはなんていうのブラウンベルト 女性は茶色火で、うん、男は白火<ー>で男はマジで自分を作っていろんなことをやって自分を上達して35とか33ぐらいになるとやっとめっちゃ価値がうん、うん、ちゃんと頑張ればね何もしないとずっとそのままでいるんだけどでも女性の方が多分自然に賢いし20代の俺と20代の。うん の女性だったら、絶対に従来の女性の勝ちだし、うん。そう、結婚、今の時代大変、このインターネット時代、ね。前はさ、その、自分の地元のね、彼女と結婚するとか。確かにね。もう今、インターネットがあるからさ、ヨーロッパにいる超イケメンと会いに行けばいいじゃんっていう。わかる。かね、うん。そう。確かにな。それはなんかめっちゃその、男。 ななんかその男がもっと男らしくなるものに対するなんか需要みたいなめっちゃ増えてる、ね、今増えてるねでも間違ってないからうんまあしょうがないっていうかしょうがないっていう部分あるあのもあだっけあのジョージめンつコジョージがめっちゃん <laughs> 彼何歳ですかえっと俺のニコしたとかかなそう,そう俺別に彼全然嫌いじゃないけどうん,、うん、なんかあの若い子が言ってるなって思なんうんか、うん、やっぱ俺10年上だからさやっぱ人生経験があるともっと 言えると思うけど、でもやっぱね、男はマジでそのままはダメだから。そうだね。ダメだな。え、だから、そうあ、なんか、いつもさ、社会はさ、自分のままでいいよって言うんだけど、自分のままはもうダメ。男はマジで。もう全部負ける。仕事でも負ける。彼女も作れない。何もできない。うんうんうん。マジでファイトしないと。確かに。そうそうそう。いや、俺結構おもろいなと思って、あの、ニックさんがいろいろやってるじゃないですか。 ニックがボクシングもやってるし、ングも前に、うん、それがすごいな、めっちゃやってる、めっちゃやってる、そう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 、それはもう昔からずっとやってるんですかいや、そんなことないんですけど、やっぱ競争心があるから、誰かと戦って、俺、すぐ誰が負けた、誰が勝ったを知りたいの、そういうスポーツが一番分かりやすくて、柔術はめっちゃいい。もし見てる 女性でも男性でもみんなやったほうがいいマジで。充実ね。充実めっちゃ楽しいし、強くない、マインドも使うし、もう将棋みたいマジで。全部相手の間違いで、だから充実のテクニックがめっちゃうまい人は強い人に勝てるから。はい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 。そう、ちっちゃいな俺はめっちゃでかい人にも勝てるから。ボクシングだと、もちろんボクシングも最高だけど、でかいやつにパンツされたら終わりだから。最近、怪我して。あら。 そう、け、怪我が多いんですよ。スポーツは。そうそう,そうそう、それだけ。ええー、グラップリングとかもういろいろ。グラップリング、そう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 、でも、うんうん、すおすすめしかないですね。えー、マジでやったことあります?。いや、ないんですよ。はや、やったらハマる。はまるから。あの、よ、やっぱりや、あの、本当にやると、そればっかやるから。えー、依存になって、仕事の結果が悪くなる人もいるんですけど。えー <laughs> もうマジでおすすめですへえいや何か結構最近めっちゃ俺 UFC と MMM とか総合的ちょっとんか楽しいなと思って見るようになってきててちょっと興味あるそうね一回この近くに多分あると思うんでそう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 てうそ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 う よくしたっていう、えー、そうそうそうちょっといろんな部分を変えてはい、はい、なんかブラジル人の先生に聞くとブラジル人はめっちゃ怠け者だから、はい、一番いい結果で努力しない感じでどうやって勝てるかを考えてそうなっちゃったってそう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 か彼めっちゃ面白い例え言ったんですけど例えば日本人はさパーティーが何十人がいるとうん、うん、誰かが「コップを持ってください!」 言ったら一二三四で日本でちゃんとカウントするんだけど、うん、ブラジル人に「コップ持ってください」ってめっちゃ。<laughs> 適当にたくさん持ってくるみたいな考えがったからそれで充実がうまくなったっていう近道を全部探してどうやって勝つかみたいなはい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 そう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 なんですねボクシングもジューも両方ともあと座禅もやってるっていう座禅もずっとやってる座禅ってないもう瞑想ってことですか瞑想みたいなもんですけどこれ19歳の時の先生の旦那がお坊さんだったんでちゃんとそういう座禅の場所にこれまだアメリカにいた時なんですけどでもう ずっと、うん、座禅難しい、やっぱ。うん、他のいい瞑想もあると思うんですけど、座禅はね、もうずっとやってますね。うん、へぇ、どんな感じ何分ぐらいあるんですか、ああ、でも20分ぐらい、本当は40分ぐらいがいいんですけど、<分>でも、あの、自分の、なんていうの得はあるかって言えば、 わかんないですけど座禅をやってることだけで得はあると思うからうんもちろんねムーとかはもうなんないし悟りにもなんないしそれマジでガチでやんないとあそうなんだそうやったことあります座禅座禅まではちょっとわかんないですけど座禅ターンなんかあんま分かってないっていうあ本当。まあお寺とか行って無料でできるからそうなんですかそうなんですか損は一切ないね確かに確かにんか瞑想みたいなのありそう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 やっぱめっちゃ 大事だとそうなんですよね情報量が多いんでねねえ東京以外はとかあんま住んだことないですかあの大阪にチョイスんでめっちゃ良かった日本東京に最終的に来た理由はあれですかあの学校大学だったんでああそう東京めっちゃよくないですかいや東京はもう便利ですねでも大阪めっちゃ好きなんだよなうんうんうん人がいいっすよねね人がいいあと昭和っぽくてなんか いい意味の渋い感じが好き。ちょっとなんかクラシックな感じそうだね、クラシック。マジで80年代の映画に住んでるみたいな。<laughs> そ,うそ,うそ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 う。なるほどですね。え、どうですかね。まあ、こちょっと、まあ、今、これ、これ、インスタグラムとか見てくれてる人は結構、やっぱ、外国人の人も多いんですよ。あ、本当ですか。うん、ちょっと、この、まあ,あの、ニック自身が日本語を勉強した方法とかって、どんな感じだったっすかあまあ,あの、まずはちょっと勉強、あの、まあ、学校でも、自分でも、教科書を買って、うんうん、ルールを。 1> 1回勉それはその文法を勉強するのは説明書を読んでるだけみたいなもんそれは習得しないで1回ね6ヶ月間ぐらい勉強すればもう毎日2時間日本語の映画とかシリーズとかアニメ、はい、ポケモンがおすすめなんですけどポケモン簡単だし分かりやすい<ー>映画あるもの文脈があると例えば「earphones earphones earphones」Ear Ear を「 何回もこれを見ながら聞くと習得できるから。うん、はい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 ,はい、ね。映画あったものを見た方がいいっていう。うんうん、ラジオとか音楽よりは。ああ、そういうことか。その後は喋り始めるとか。最初から喋ようとする人がたくさんいるんですけど、僕はあんまおすすめができなくて。本当に一番大事なのはレッスね、ン聞く。そう。多分3000、4000時間ぐらいかかる。3000、4000時間聞くそうそう,そうそう。もちろんね、あの、 たまに喋ってもいいんですけど。はい,はいはいはい。でもたくさん聞くことです。ああ。が一番重要、ね、そうですね。なるほどですね。うん、じゃあ英語も一番そうなのかな英語も全く。言語集団に関しては。ですね。すねなるほどですね。うん、あ、すごいな。え、日本に住んでて、なんかまあこのちょっと多分、あの、外国人だなってめっちゃ感じる瞬間とかあったですか めっちゃでも今もめっちゃあるしね日本完璧じゃないし分かんないところもあるしあとねその白人だしうんあとねやっぱ日本人と価値観が違うとこもあるしチームはどっち結構日本人とどうなんだろうでもや日本人寄りだとは思うですけどどうなんだろうな。 ブラックサムライはさ、うん、めっちゃ外人っぽいとこもあるんですよ。日本にしかすあの、日本生まれ育ちない。ただ、はい、遅れるとか。あ、でもそれは俺絶対間に合わないとか。俺も結構くれです。あ、そう。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。そう <laughs>。でも結構なんかやっぱ、なんなんていうんだろうな。なんか前ほど、こう。 日本っぽくはないなと思って。でも、海外に住むと。でも言われるじゃん、そのブラックピーポータイムって。いやいやいや。あれは本当かないや、あれは結構リアルな気がするそう。ブラックピーポータイムっていうよりかは、俺は、なんかね、あの、トロピカル系のタイムだと思うんですよね。な俺はそう思うんですよね。なんか、あの、アフリカもそうだけど、サウスアメリカもそうだし。そうなね、サダメめっちゃるじゃないですか。で、あの、イタリアの南部とかもそうなんですよ。結構、スペインとかもね。 そういうなんか、何なんだろうな。なんか、そういうなんか、バイブスの問題なんだけど。そうそう、ちょっと、チュな場所の、そう、チュな場所の、なんか、典型的な、感じなのかなと俺は思うんですね。なるほど。そういう、チュなところが多い人は、ま、あ CP が多いよね、みたいな。なるほど。c o l o people が多いから、多分、なんか CP Black, b l a c k s t o n かなのかなって,って。なるほど、ねうん。そうだね、そういう話よく聞きますね。<laughs> うん、<laughs> でも、あの、日本人、ずっと日本人はなれない、俺は。ああ<ー>。日本人じゃないもん。まあ、そうね。ね でもいいいんじゃな別にね日本人の友達もいるし日本のルールも分かってるし日本が好きだし別に日本に住んで日本人になるまでみたいな憧れはいらないんじゃないそういう外国人が結構多いんですけど自分の外人さんも利用していろんな得もあるしもちろん損もあるんですけど得もあるでしこの見た目だからうまくいってるみたいな。んか ルールとかを破ったときに怒られたああ、すみません、ちょっと日本が難しいとか言えばいいから。KB に注意されたら英語で返す。そう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 、sorry, I don't know Japanese. そうそうそう。それがあるからね。確かに、確かに。それはそうかもしれないですね。それはまあもうその通りだと思うんです。そう、やっぱ極端みたいな人生はもういらないんじゃないいいとこもあるし、さっき移民の問題もさ、ちゃんと。 考えて、そういうことをやれば、はい、確かに、ね、いいと思うけど。うん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 。うん、なるほどですね。これちょっと結構、まあ、まあ最後に近いんですけど、結構この日本人が知らない日本の誇れるものみたいな。まあ、ちょっと YouTube で話したんですけど、なんか日本の良さみたいな、なんかいいなって思うところとか、世界に強しそうだなって思うところとかってどんなところがいいとこれはすごい細かいんですけど、なんか日本人はさ、多分、なんていうの、かい、楽しい、 細かい楽しみっていうか例えばマンホールあるんじゃないですか東京とか日本 A とか書いてあるのめっちゃ可愛くない日本しかありえないそういうのデザインとかねそうそうでも街がめっちゃかっこよくなるじゃんその時で確かに確かにそういうのは日本に住んでやっぱなんていうのああ日本人は当にかにこういうことでも考えてんなってなんか深いそういう深いとこめっちゃ多い日本は。 あと、例えば、そのこれ、寿司とかだけじゃなくて、もう何かを作ろうとか、商品でもそう、洋服でもそう、うん、すごい真面目で、うん、しっかり作ろう、なん,なんかピザがめっちゃ美味しいじゃん、その日本の有名なピザやとか、ハンバーガーもめっちゃうまいし。 だからやっぱそういう真面目さがすごいいいと思う何かよくするみたいなねそう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 アメリカはとりあえず早い時間でタイムズマニーみたいなものがあるけど日本人はねちょっとかいっぱいある日本のいいとこめっちゃ多いでしょまあそうですよね自分のものをなくしたら大体帰って帰ってくるとか、ね、そう確かにあれ毎回感動する <laughs> 毎回 か感動するなかなかないですからね。ないないよね。アメリカで携帯を通したらもう終わり。<laughs> 終わりやな。交番すらないから。ね。<laughs> 確かにね。ね。交番なくね多分昔あったかもしれないけど、今はないね。 ああ、よく考えたらそうだわ。と日本の警察は優しい方じゃない優しい。ね、アメリカは優しい。アメリカは怖いよね。怖いわ。むちゃくちゃ怖い。高圧的だしね。そう、怖いこんな口でかいでしそうそうそう。めっちゃ怖いわ。うん。いや、日本、いいとこいっぱいいいとこいっぱいあるっすね。え、これからニックとしてはどういうことをしていきたいとかあるんですか俺今映画を書いてて。映画そう、映画。書いてるんですかそう。脚本を書いてて。まあ、いつか。 ねえ、別に、あの、成功しても成功しなくても、実現したくて、<laughs> うんうん、そうそう、だからちょっとね、もちろん、皆さんお金も大事、それは否定できないけど、自分の好きなことをやることもめっちゃ大事だと思うんで、めっちゃ大事じゃないそれは。いや、めちゃくちゃ大事だと思うっすね。なんか最終にそこは。超ベタなアドバイスだけどね。<laughs> <laughs> 超浅いじゃん。自分の、ね、<laughs> <laughs> なんか、 アリアナ・グランデが言いそうな <laughs> <laughs> ごめん、ファンがいれば。<laughs> でも、俺全然彼女の音楽も知らない <laughs> でもなんか、全然深くないけど、本当にそれ。うんいや、でもそうだと思うっすよね。うん、やる気出ないじゃないですか、そ<う>結果。 そうそうそう。ずっとオフィスでね、8時間仕事して不幸だったらどうやって辞めるかを考えた方がいいし。うんうんうん、確かにね。あとね、20代の時はしっかり苦労して、自分の弱いとこを磨いて。うんうんうん。うん。あと、何ていうのあの、how do you say like don't become bitter? 苦いって意味は違うよね。渋いに近いのかなそう、渋いかな。なんか、<ー>今さ、めっちゃその情勢に対してし、 渋いっていうか、なんかね、女性は楽してるのに男性は大変するって思ってる人俺は本当にその現実は本当だと思うんだけど、でも嫌いになるのも良くないし、なんかめっちゃ流行ってんの、そういうコンテンツは。めっちゃ流行ってるですね。あれもね、良くない。良くないですね。うん、え、なんだろう、日本語で。多分渋いも違うわ。そう。 え、なんか、ちょっと、なんか。ああ、わかった。ベルなんから始まる言葉。あん。嫌に思、なんか、なんて言うんだろう、その、ヒゲするじゃないけどさ、なんかこう、じゃ今は女性がめっちゃ楽、なんかこう、楽じゃん。だからそれに関して、なんかすごい、なんか。 Self か自分を嫌いになって苦々しく感じるというかそのことに関して。何 t 言うてる,気がするでもその何 t 言うてるの何が言う h るの何が言うて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 るの何が言うあるの何が言うてるの何が言うてるの何が言なてるの何が言うてるの何が言うて売れなが言てるの何がったになるってるの何が言うてるの何がいうてるの何が言うてるのなが言うてるの何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 が言うてる 別の意味で一番楽な時代だ。いや、でも俺もそう思うっすね。ね、20年前にね、兄弟2人で、この部屋でポッドキャストできるか。うん、絶対無理っすね。でき,できない。俺も20年前に普通に自分の YouTube チャンネルで自分の話したいやつを話せないし。うんうん、そうっすね。ね、今も、ね、前は、 例えばヒップホップをやりたいんだったらマジで有名なマネージャーを見つけないとできなかったけど今も自分の部屋でワンマイクでビート作ってできるしう、ね、もう,うん、うん、自由な時代確かにめちゃくちゃそれをめっちゃもつねをね利用した方がいいと思いますいやもっといろいろんかみんなあのー、リスクほぼないじゃないですかそう結構何でもいい,いいと思うんですよね別にじゃあ映画の脚本書くことによっての例えばじゃあそれがいやなんかどのこのじゃなくて別に リスクなないいいじゃゃですかそうリスクないそう,うまくくっったらめちあとさそのあのみんな自分が忙しいと思ってるかもしれない、ねうんで自分の部分の一個だけをよくする例えば充実に行く、うん、普通にサルにまんで忙しいね 1>,、うん、1週間時間そこまでないかもしれないんだけどそうしたらちょっと飲み会を減らして充実をやって自分をよくするとかボクシングでもいいけどいい、ね、ジムでもいいしうん、うんね、ジムに行くと 倍かかだからなんか自分の俺自分を良くすることがあの難しいことがめっちゃ好きなのへえー、いいっすねそう今も充術でもうめっちゃ負ける負けるし充術<ー>の一番面白いとこはパワーで何もできないからはいは,い,はい,、はい、上手い人にもう負けるからそうなんだそのむごい真実っていうか <laughs> 確かにね現実 がすごいなんかかるスキルとかでもそうそうそう磨かないとうまくならないからへえなるほどなそう運があんまない運がない運用数がほぼないっていうなるほどねチェスでやったことあるチェスはあれはあうですチェスがめっちゃ運がないじゃん運はないですねミスったかミスってないかそうですねそれだからはい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 そういう感じなんだ柔術ってそうだねそういう感じあと俺の 単純な偏見だけど、一日ずっと携帯ゲームはやめたほうがいいと思う。何の得はない、それはマジで。a v を見すぎない。AB は見すぎない。のもうやめたら自分の a v の DVD を全部俺に送ってくれる。俺は見てあげるから。代わりにね、バカして。あなたのためにね。 いやでも本当に良くないから確かになんかそういうのやっても面白そうですけどねそういうチャンネル一回作ったんですよそういうアドバイスのでもやっぱ難しいゼロからスタートあまあ男塾っていう男塾って始めたんだっていうチャンネルがあったんですけど名前めっちゃいいですよね昔そういうアニメしてます男塾って聞きえ見た方めっちゃ面白いよ今のテレビじゃありえないアニメがへえでも男塾っていう でもね、めっちゃいつかまたやりたいねはいはいはいルパ先生って知ってますルパ先生ルパ一緒あのー、インドとオーストラリアのハーフとかいいんだけど<ー>まだすごい若い24とか5ぐらいかなで彼と 男熟っていうチャンネルを作って。そうなんだ。そう。でも、まだやりたい。いつかやる。そういうアドバイスのチャンネル。なんかそういうのもやっても面白そうだ。話聞いてて、なんかそういうのも結構面白そうやなって、ね。なんか、メンズコーチ長寿みたいなことを言うから。そう,そうそうそう。いつかコラボしよう。俺一回 DM したけど、無視されたんですけど。<laughs> あ、そうなんだ。そ,それは許すから、もう一回 DM してみよう。<laughs> <laughs> 一回だけ出てくれたことあるんで。あ、ほんここのチャンネル。あ、マジでそうそうそう。いい人だあ、めっちゃいい人びっくりした。なんか、あの、チャンネルの雰囲気とちょっと違ったというか。もしよかったら彼に僕の。あ、全然、全然。もちろん、もちろん。ツイッタ伝えてきます。今、日本にないですよね。今、ドバイにいるのかなでも、タイに住んでるんでかっこいいね。そう。かっこいい。いいね、いいね。でも、それは今大事。だって、あの、 情勢のための雑誌とかめっちゃ多いんじゃないですか。男に対してのあるはいはいはい。男はそういうのあんまないから。確かに。まあもちろんファッションがあるけど、男の気持ちとか、何をやんなきゃいけないとか。そういうコンテンツは本当ないですね。賛否両論のことを言うんですけど、僕は今の世界は今はもう情勢中心になっ、昔は男中心だったけど、今は情勢中心になってるから、ちょっとね、男さを守るために別にね、 男みたいになれっては言ってないんだけど、でも男は男の悩みもあるし。そうですね。なんか、でもさ、よくさ、なんか、泣いてもいいよとか、あの、女性がやることがいいことみたいな。いや、別に、泣かなくていいよ、お前。で俺は思う。わかるっすね。うん。なんか、弱い男を、こう、いいねって言ってる感じがしてね。そう。あと、例えば、女性は何でもできるよ、みたいなことをやって、そして、 男がやりそうなスケーボだからなんか女性が何でもできるよイコール男がやることもできるよみたいな別に全然ありだと思うようん、うん、スケーボーとかは、うん、全然や,やらないでって言ってないんだけど、うん、でも結構今のあのごめん多分ヘイトがめっちゃ来るかもしれない,い,いで今あの CM を見るとどんな世の中になってるかめっちゃ分か わかるんですけど、<ー>昔の80年代とか90年代の車のシーンを見ると、例えば、はい、トラックかなんか砂漠でバンって、このトラックは海に負けず、みたいな、なんか、<ー>で、今は、なんか、ママが子供にシートベルトをつけて、<ー>なんか、一番安全、一番。<laughs> あなたのことを考えてるみたいな。わかるお確かにで ?CM でめっちゃ態度が変わったので、今、はい、これは日本の,あのリサーチかわかんないんですけど、アメリカのお金を持ってる、うん、例えば家族のお金を管理してるのは、うん、ほぼほぼ全部女性だから、やっぱメディアが全部女性向けになってる。ネットフリックスのシリーズもさ、ヒローが全部女性になってるとか。確かにそれめっちゃ思うですね。本当に迷ってる男が多すぎて、うん、迷ってる弱い男がいると、うん、女性の 世の中もめっちゃダメになるから、うん、女性のためにも男たちもしっかりしないとクソみたいになるからかそれだけはなんかね、うん、大事だと思います大事と思いますはいなるほどっすね、はい、ありがとうございましたはいってことでまた次回のエピソードでお会いしましょうケー。ピース,ピース